2023年7月22日、土曜日対ラジャダムナンスタジアムにて開催された、ラジャダムナンワールドシリーズ、RWS-2、ウォーアンチャイプロモーション所属の WBC 無タイ世界スーパーフライ級王者、石井和成と松井蓮太が出場した。写真、石井の強烈な左ボディが炸裂、エークタワンはたまらずダウン石井はプレリムファイト第2試合に登場し、ローキックと左ボディで圧倒。 エイクタワンに左ボディで初回 TKO 勝ちし、鮮烈な RWS デビューを飾った。RWS の公式 SNS では、彼との次の戦いに立ち向かうべき人は誰だと思う。との煽りがあり、継続参戦となりそうだ。レンタ・オー・アンチャイこと松井はリーグ戦のライト QB グループに出場。これが最終試合で同率2位につけていたが、 昨年の優勝者であるラムナムムーンレックに判定で敗れ、ファイナル4への進出はならなかった。ラムナムムーンレックは2022年ラジャダムナンワールドシリーズ、RWS、ライト級リーグ戦で優勝。2021年にはタイのスポーツ局が選定するファイター・オブ・ザ・イヤー、MVP にも選ばれている。2023年2月のシュートボクシングに来日し、笠原博樹と延長3回の接戦の末、 最後は笠原のバックドロップでシュートポイントを奪われ破れて。